別田志郎です。久々にてめえらのコメントを読んでいこうと思います。 IF の動画に対するコメントです。久しぶりに動物の森やらんか。動物の森な、なんか最近アプリ入ったらしいっすね。ちょっとあんまよく僕よく見てないんですけど、なんかあの海にさ、海開き、あれのアプリが追加されたぐらいからもうやり始めてないんですけども、一切もうなんか今野菜育てれるらしいね。トマトとかカボチャとかなんかねあるらしいけど、なんかそんな後からバン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 追加されたら、最初に作ったお前、ま、村のさ、なんかまたいじらなあかんくなるやんお前。どん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 金が減るやんけお前。一回でやってくれよ。もうええって、そのなんか後から追加するタイプのアップデート、ランマ好きじゃないわ。なんかそれがあるからさ、ポケモンとかもなんか追加アップデートでもこれ課金してくださいみたいな、そういうのええねん。もうなんかなくなったよな、そういう。昔はそのあるもんだけで頑張ろうぜみたいな、そういうあったやん。あるもんだけでみんな工夫して頑張ってたけど、なんか今アップデートでさ、アップデートで来るみたいな、そういうのがいっぱいありすぎてもう頑張れへん。てかもうちょっとええわそういうの。俺がおっさんすぎんのかな。もう24歳で、来年の1月にはもう25歳、アラサーになっちゃうんですけど、なんかね、なんかもうついていけへんな。もうゲームできへんわ。もうエーペックス以外のゲームができなくなっちゃいました。そんな感じでちょっとね、できないですかね、ごめんなさい。これどうしたの、これクモね、クモを捕まえるというか追い出そうとねやってた動画なんですけど、これ捕まえました。でクモ捕まえて、で2日後ぐらいに逃がしましたね。なんか餌食わなくて、なんかかわいそうだったんで。一応このアシダカグモって家に住み着いてたらゴキブリとかを食ってくれる、まあいわば益虫って言われる種類なんですけど、やっぱねクモってグロいわ。うん、グロテスク。ただ捕まえてみるとそうでもなかった。なんか可愛い、まあゴキブリに比べたら全然もう可愛いもんやと思うね、こんな。ほんま、あと最近動物生物系の YouTuber の人をよく見るんで、そういう虫への耐性、まあ、虫そもそもその俺苦手じゃないね。ゴキブリがあんま異常なまでに嫌いっていうのがあって、そもそも虫自体はそんな苦手じゃないんですよ。あの亀とか飼ってるんで、生き餌とか与えたりするんでね、そういうところで虫は触ったりするんで苦手ではないんですけど、やっぱクモとかは見慣れてない、あんなでっかいサイズの。あとたまに家にムカデ出る人とかおんねんけど、ムカデも確かに出たら俺ビビってまうかもしれない、あのでかさ。でかいやん、しかも毒持ってるし。ただなんか捕まえて飼ってみたいなっていう思いはあるんですよね。一個一個長いな俺な今日。前は行こう。24歳会社員のリアルな晩飯紹介、インスタグラムハッシュタグ哲学の動画に対するコメントです。なんで段ボールの上で飯食ってんの。痛いとこついてくるねこの子。あのね、段ボールで飯食ってる理由は、あの家族と同じ食卓というか、食、あの、なんで台所で飯食うんですけど、大体。あの、同じ場所で飯を食うと、ちょっとあの、体調が悪くなる。ね、メンタル的な問題で、嫌われてるんですよね。あの、そういうのをいろんな嫌な思い出とか思い出しちゃうんで、段ボールで食ってます。はい。自分の部屋で食うとね、あの、やっぱり汚れるんですよね。だから、台所で食ってんねんけど、自分の部屋で食うと、やっぱあの、食い方汚いんかな？やっぱりあの、育ちが悪いんで。なんでちょっと汚してしまうし、ちょっとまあ、飯の食いかすとかなんか残ってたら、虫湧きそうやん。だから、ねっていう。ちょっとこれ以上は何も言えないですね。宝くじ3万円分買った結果の動画に出すコメントです。回ってますね、羨ましい。どういうことや？回ってますねってのはよくわからんけど。羨ましいもよくわからんね。3万円。まあ、当然のごとく、1円もリターン、返ってきませんでした。もう3万円をさ、ドブに捨てたようなもんですよ。川に捨てたみたいなもん。もうほんとバカだよね、人間って。頭おかしいわ。もう金にさ、左右される人生って、ほんとにもう、ええわ。もうほんまに、クソしょうもない。何が仮想通貨やね。何が株やね。もう何が FX やね。何が競馬やね。もうしょうもないね、もう。これ以上さ、俺をさ、もう、俺の心をかき乱すのやめてこなっていいかな。もうええって、もう、いい、もうそういう話もせんとってくれ。もう、儲ける話。
なんか簡単、もう金買ったらもう勝った負けたらのな、そういう話もう、もうやめてくれ。心臓腹立つ。もうなんでかっていうのはもうちょっと言えない、言えないぐらい負けてます。もう負けてるし、もうドン引きするぐらい負けてんの、トータルで、通算で。この間めちゃめちゃ負けたよ、もう。だからもうやめてくれ、もうほんとうざい。黙れお前ら、ほんま。株だの、ニーサ、積み立てニーサで、積み立てで老後のために金増やそうぜとか、なんか投資するのが一番ええねん、若い時に投資しているのが一番いいんですよみたいな。黙れ、ガチで喋んな、マジでキモいから。鬱陶しい。金なんか使えば使うほどええやろが、もうなんやねん。てか金とかも喋んなよ、金の話とかすんなよ、鬱陶しいねん。なんぼ儲けたとかな、知らんねん。その一喜一憂すんな、そんなことで。人間万事塞翁が馬っていう言葉があるんですよ。一回調べてみてくれ、その言葉の意味を。お前ら全員鬱陶しいわ。幸が不幸に転じることなんかよくある話じゃない。そんなことでないちいち一喜一憂し、一喜一憂してたらキリないやろ。もうええから、仕事をとりあえず頑張っとけや。もうええやん、副業とかせんでええやん。もう別に手取り16とかでもええやん。何があかんの、それの。ムカつくんじゃ、マジで。金儲けてるアピールもそうやし、投資してますアピールもそうやし、どうでもええわ、お前らのそんな話。心底聞き飽きたわ。もっとおもろい話せえわ。金の話すんなよ。まあ、最近僕の友達たちも、もう友達とかもね、投資とか、そういう、なんか、間を開ける話。まあ、俺も最近そう、まあ、最近てか、ちょっと前まで、ほんとちょっと前までは、ノリノリやったんですよ、そういう。おー、儲けるやんけ、めっちゃやんけ、うまい話いっぱいあんな、みたいな。ノリノリやったんですけど、もうなんか、飽きました。飽きたというか、もうなんかもう、ええわ、なんか、どん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 自分がダメになっていくような気がして。いや、確かにそうやって、なんか、お金をさ、お金を稼ぐやん。で、まあ、税金対策とかで、生命保険とか、積み立て保険とかのも、お金を分散させたり、イデコとかな、いろいろあるやん、今。積み立て系のなんかいろんなもんがあるやん。イデコとかでさ、お金を税金対策でやってる人もおる。で、積み立て NISA をしてる人もおる。いっぱい、もう賢いやん、別に。それ賢いけど、もうその話せんとってくれ、欲しいね、俺は。もう金の話せんとってほしい、マジで。だるいから。うん、もっとなんか、もっとさ、風俗とかさ、風俗とか、ね、女の話とか、あと何やろ。最近面白かったな、じゃそういうことしてほしい、もう本当に。もう、口を開けば仮想通貨だのね。何？バイナンス？知らんがな、そんなお前。専門用語言われても分からへんわ。もっと面白い話、どこの店が美味しかったとか、そういうなんか最近、麻雀やってて、みたいな、そういう話をしてほしい。なんか、もうわがままやけど、これは俺の。ごめんね。お金の話やめましょう。楽しい話を。夢について語ろうや。夢について。将来何になりたいかとか。まあ、子供の頃言ってた将来っていうのが今現在の僕なんですけどもね。悲しいことに。みんなはどんな大人になりましたか？コメント欄でお願いします。